皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、もうビール系の、うん、検証ですね。私、あんまり全然興味なく、あんまり全然っていうか、あんまり興味なかったんですけど、友達が、えー、なんか、検証やってるんだってって、なんで知ってんだよとか、思ったんですけど、このようにですね、あの、なんか、くれたんですよ。ちょっと、あの、貼って、この貼って、この、こういうの貯めてんのみたいな。 こっちが金麦の、金麦のやつが、しかこれかなで、えー、なんか、こっちの大人のビールがこれって、あと、なんとか梅のやつか、喉越しのやつとか。それをですね、ちょっとやってみたんですけど、まあ、これの、この文字ぐらいだったら読めるよ。私も、この文字ぐらいだったら。これはちょっと ゲーム難しいじゃんって思ってたら、えー、結構ですね、もうこの QR コードで、このバーコードバーコードっていうかこのちっちゃい番号を読んでくれて、で、ポイントを入力して、で、もうその場で、うん、なんか、これだったら、ウェブ応募だったら、ここ電子マネーが当たるっていうのをやってみたんですけど、秒札外れましたね。あの、そんなもんって。秒札外れて、 ああ、もうなんだかなでも、びもうん、結局疲れたよこれこれ。あの、会員登録だの、なんだろうやって。ほんとに、ね、秒殺外れるんだったら、もう、うん、時間の無駄だったよ、みたいな。いまで、でもですね、なあ、あの、そういうのもですね、これからもや、やっていこうかなと思って。まあ、ちょ、こういうの、あの、 まあ酒なんであんまりやったことがなかったんで、それをやって秒殺で外れて気が悪いっていう、気分悪いですよっていう、まあそれだけね、それだけでやるのもなんなんで、よし、セーフ、セーフ。今三脚を倒しました。山あり谷あり。今日あの、東急の、え検証をおさらいしましょう、紹介します。えこちら、まあもうこれはね、 今日落ちるなよく。なんか手から落ちるわ。離れるわ。え、これは、うん。これは、うん。うん。みたいな。これは、全額キャッシュバック。そして、これは、アットポイント、ティーポイントが当たる。もう検証もさ、電子マネーが当たるで、あ、応募はさ、こういう QR コードになるわさ。ハイテクだわね。本当あとこういう、もうこの、えー、QR。 あーもうこれ必須アイテムだわ。どんどんこう頑張っていかないと、こういうの果敢にね、あのー、攻めていかないと、こういうのほら、ここにあるわけじゃん、QR。これでこうやってスマホでやって、頑張っていかなきゃ、一応でもババアの、ババアでも、これ読めないババアに変わってこの QR が、あのシリアルナンバー入力のね、これくらいの番号だと多分6桁、 でしょ6桁の入力とかで結構苦労したり間違えたりとか、まあ、そういうのがあってもまあこれでねスッと読んではくれるのでまあ慣れればねなんとかなんとかなりますわなんとかなんとか顔のキャンペーン結構各スーパーでやってるみたいですねまあもうこういうのはさ、えー、自分の、まあ、近場のスーパーとかあーの方がいいんじゃないですか ただ、私の考えからすると、うーん、ケーマーの人って頭いいからさ、ここのスーパーのこの検証のこっちの方でやった方がっていうのを研究するから、例えば顔のこれをやってるとしたら、えー、なんかウェルシアとか、えー、そういうドラクサーでもうこれはやってますよっていう、そっちの方からのアプローチで、 そっちの方は倍率高くなってあ、応募する人が多くなって、こっちの東急とかさ、東急ってさ、高いんですよ、意外と。東部とかも高かった。えー、あと、うん、サミットは安かった。だからそれの値段の高いスーパーの方は、買わないじゃん多分、ケーマーの人って。結構細かいからね。 株やってる人とかも多いし、あの、値段しっかり見てるたり、えポイントとか、うん、結構使いこなしてたりとか、電子マネーとか使いこなしてたりとかするんで、私はこのハガキをいろんな各社の、えー、見てましたけれども、ここの人数がやっぱスーパーの規模によって違うので、やっぱり安い、安く顔を売ってるスーパーは、 やっぱりそういうなんか先鋭たちがみんなこぞって応募すると思うので、私は狙い目は、あえて値段の高いスーパーの方が当たると思うよ。じゃなかったらさ、じゃなかったら浮かばれないじゃん。だから私,だからだから私は高いスーパーで、 あの高いスーパー、東急の高いやつを買って、ビオレ。あのね、ちなみに、ビオレ、どこだったっけな、東部、東部、東部かな。東部がね、278円。で、えー、このビオレの詰め替えですよ、私が見てるのは。ちょうどそれ2個買ったらって思ったんで、あと、あのベルクも高かった。で、えー、東急は、 これは、えー、198円の日もありましたけど、えー、通常売価は248円でした。なので、うんまあ、高い店で買った方が当たると。でこれは、えー、1000円分の、えー、が、 でもこれ1000円っていうのをこう見ちゃうとやる気なくすけれどもこちらの暮らし応援って書いてあるこれが当たったらいいなと思ってちょっとなんか買えばみたいな感じで私ちょっとこの松潤からステップアップしてこれキッコーマンの商品がね対象商品だと書いてあるんでこれキッコーマンなんですよ牛出し肉ぶっかけでこれさあのうどんの玉とかそうめんとかでさ ぶっかけうどんっていうのかなあの、まあ、よくごとってる気が台湾まぜそばですって言って食べてんですよ。なんかほんと酢うどんみたいなやつにこれをぐちゃぐちゃ乗せて、卵とネギとかオクラとかトッピングすれば、それで一品するんだったら結構いいじゃんみたいな。もうね、あの、春休みにもなってくるしね、もうね、飽食のね、時期は終わった。だからもう、あの、ちょっと、 な何ていうのかなちょっと素食になってちょっと考え人生を考え直そうみたいなそんな感じいいかなと思ってちょっと買ってきました188円でしたねだからその188円を買ってあとあの野菜類をちょちょっと買って、うん、って感じですねもうささっとお昼とか食べたりとかさ朝とかパン食べてお昼はそうこういう、えー、肉だし え牛だし肉ぶっかけとか食べて、で夜は、まあちょっとご飯食べるのになりやんないしてしのごうかなと思ってます。あとだから旅行行くか行く前かで、旅行行くのをやめて、なんか毎日その分楽しく生きるか。まあこの辺結構温泉とかもあるんでね、あの、まあそういうとこ行きゃいいかなと。 被害で帰ってくればいいかな、とか思いつつ。わざわざ出かけることもないかな、とか。でもそれじゃあつまんねえだろうな、とか思いつつかかき。カピバラさんはね、クイズで答えればいいんです。この、あの、ウェブアンケート答えるだけで、えー、なんか、あの,、ね、あのよくわかんないぬぐるみがもらえるんでね。あの、これはこれよくわかんないぬぐるみね。インコじゃないですよ。これはね、カピバラですよ。カピバラさんはいいですよ、カピバラさん。はい、これ。 冷食。今回応募する人多いだろうな。うん。冷食はね、結構ね。はい。これ。もう、キリンは何回も言ってますように、バーコードを、えー、再三チェックしてください。その時の応募のえバーコードをチェックしてください。 でこ,れえー、これね東急うちの近くの東急ってそんなに多くね商品売ってないのがポイントでございますそして、えー、キャッシュ枠いつものキャッシュバックそして、えー、これこれはもう運試しだよね運試しなんだで私はちょっと歯ごき出すわでう、えー、っと東急の方の旭化成の方はですねこれはあの切っても貼らなきゃいけないし レシートを応募しなきゃいけないし、ちょっと塩対応でございます。で、えー、こちら、きゅうちゃんのやつね。そんなにね、言うても、まあ、これにもほら、これついてるでしょだからこう、はがき見るときに、もう時代が違うんやな、違うんだなっていうのをちょっと感じてさ、いきましょうよ。ね、もう必ずもうこれ、これ、この QR ついて、LINE スタンプとか LINE 応募とか、まあ、そういう感じになってきてますわ。どんどん。 まあ、ビールが、もうこの、ポイントをこう貯めて系のビールのやつが、まあ、こういう風に変わってきたということは、今後、こういうもう主婦が、うん、やるような、検証とかも、まあ、そういう風になってくるんではないかなと。あと、山崎の春のパン祭り、結構勘違いしてる方が、全く検証知らない人は、 山崎春のパン祭りって、春になった、4月になったら、や、山崎春のパン祭りって言ってた方がいたんですけど、いやいや,いや違いますよ。もうもう4月はね、もう佳境の方ですよって。あの、もう晴れですよって。株主総会に行った時に、山崎春のパン祭りのシールがついてるぐらい、もうその時には始まってたし、3月の中には例年始まってたし、その、山崎春のパン祭りのお皿がね、お土産についてた時もございます。 はいあの、はい、なんか,かさばしにはねぴったりの「山崎春のパン祭」りな,なんかちょっとヘロヘロの箱だったんですけど箱に入って山崎の春のパン祭りのあの、まあ、今私がよく使ってるちょっと深皿っぽいやつあるじゃんあの深い深い皿の,あのちょっと四角いやつの時が山崎の株主総会の時にお土産でいただいた。 やつでございます、はい、あのー、もうねなんかね山崎のねあれはねなんかあのー、もう人生史上最高なのあの感動の株主総会のお土産なんですって、うん、なん昔はそうでしたよあの山崎が100万超えの株価の時は結構ドリンクコーナーとかもあの充実してましたしねちゃんとあのー 運んでくださる方のウェーターみたいな方がいましたし、えー、テーブルのところには優雅にあのまんじゅうとかお菓子とかが豊富に置いてありましたし、あのー、すごく手厚くお土産もすごく良かったんですけれども、分割なるものがあったりとか、単元引き下げになるものがあったりとかして、えー、もう、端は,はしくれの株主が、えー、その、 10万ぐらいの投資で来れるようになっちゃった頃からもう崩壊が始まって、ま、ちょうどその頃にね、その、あれでしたわ、山崎春のパン祭りの、あの、お皿が、ま、かさ増しであったっていう感じで、もう昔の、その、やっぱり、それは株主だってね、 自分の会社に100万200万投資してくださっている個人投資家の人には、それ手厚く思って出したい気持ちもありでしょうよ。でもさ、株価って言っても、その100万200万とか、あの、まあ、今一般的にはあの100株が単元になってるんで、まあ、10万とか、あの10万単位とかっていう単、 元とかもあったりとか、10万以下の銘柄があったりとか、まあ、びっくりすることに株価っていうのでね、500円ぐらいの株価だと、あの、まあ、100株で1単元だとして、単元5万ぐらいとか。あとは、もっとひどいところになると、まあ、ボロ株って言うんですけど、そういうのあの、1円とかね、5円とかっていう会社もあるので、5円の会社だったら100株で単元だとしたら、500円で株主です。 まあそういうね、面白いのがありますよ。あと、まあ、そうね、消費者で一番わかりやすい、あれは、メガネスーパーとか、あったんですよ。ビジョンメガネかな、今。そういうメガネの関係、あの、ジーンズが、思いっきり、ジーンズって、あの、あるじゃないですか。あそこのメガネが突出して、うわっと、あの、株価が高いんですけれども、あの、小田原とか、神奈川の、あの、メガネ。 スーパーっていうのは、もう、ぐわーって、あれに食われちゃって、ぐわーって落ちて、それこそ、60円とか、株価が60円で、まあ、単元持っても、まあ、1万円もいかず株主になれたりとか、まあ、1万円ぐらいしかと、1万円いかず、6000いくらとかしか投資してないのに株主総会に行けたりとかするわけですからね。まあ、小だらでやるんですけどね。うん。そんなもんにはね、土産なんてね、出しゃしませんよ。うん。 っていう感じで。まあでも、でも、あの、昔の昔のその昔の、えー、昔は、なんか、なんか、かつお節みたいなのくれたような気がするんだよな。小田原だから、あのー、車で行ったりとかするんですけど、ちょっとマニアックな、えー、期日で、あのーうん、行ったりとかしました。小田原ぐらいとかだと車で。あとね、車でいろいろぶっ飛ばして、いろんなとこ行きました。おうん。D ライフも行きましたしね。車でぶっ飛ばして。 あ,あと新幹線とかね。うん、結構、あのー、私は、あのそう、ね、なんだこいつって思われるかもしれないですけど、交通費とかにあんまお金気にしてないので、結構あの効率よくタクシーに乗ってとか、あと自分の自家用所で行っちゃったりとかしてたりとかするんで、まあその辺ちょっとあの、ね、よく分かってない変な人たちは想像、 多分、できないと思いますよ。うん。あの、なんか人は見た目とかじゃないしね。本当そういうので私はね、嫌な思いをすごいしたんですよ。まあ、もともと、なんていうのかな。あの、なんていうのかな。なんかこう、なんかな、なんかの企業に勤めて働いてるわけでもなく、音楽関係だったりとか、まあね、そういう感じだった。 ととかすると音楽関係の人って結構ラフでさそのなんかあの何だろうな,なんかもうモデルさんのようなさそういう素晴らしい服を着てるわけとかじゃなかったりとかするわけよでももうそういうのでもう「あこいつは」みたいな感じで見下されてるわけだからもう分かってねえなーみたいな人の中身をちゃんと見なさいよっていうのは本当になんかもう悔しかったですけどね。 まあでもいいんですわ。まあそういう人とは、あの、ご縁がないということで、あの、もう、もう友達になることもなく、ええー、もう見かけることもなくなりましたから。まあ春なんでね、いろいろ思い出したりとかすると、深い極まりないですが、ええー、だんだん、あの、日に日に、あの、万物ある点数万物ある点数今あなたが嫌なことがあったとしても、いいことが起こりますから、 検証が今当たらないあなたも、えー、検証ね、当たらない時でも、えー、こうやって応募活動をしていれば、必ず当たりますから、あの、じんぐり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 、いい時あったり、悪い時あったり、えー、大体生きてるうちの、えー、大体は悪いことの方が多いですよ。でも悪いことはさっさと忘れて、いいことを、そこを、 なんか、なんていうのかなこう膨らませて、その成功体験とか、プラス思考とか、そういうのでですね、頑張っていきましょう。特に検証してる人なんかはね、もうドヨドヨンとさ、暗い気分ではがき書いても当たりません。えー、いい気分でですね、もう、これはもう、なんていうのかな自分の幸運を引き,引き寄せる、えー、なんか、うん。 ね、チャンスレーターだみたいな感じでですね、えー、応募すると楽しいかと思います。まあ、ただ、あんまりあの、深追いしすぎるのも、まあ、それ、それもね、本当にあの、深追いしすぎてもってところがあるので、まあ、その辺は、えー、節度を持って、私はその節度を持ってっていうところを、えー、ですね、まあ、節度を持って検証すると、これくらい当たるっていうのを、あの、大体、うん、 実践してるような、えー、そういう感じなので、うん、まあ、参考にしていただければと思います。お前のさん、話なんか参考にならんわって思われるかもしれないんですけれども、まあね、まあね、こうやってね、なんかの縁じゃないですか。毎日聞いてる毎日やりたくなってくるでしょ。あ、やらなきゃって。あ、こいつ頑張ってなんか頑張んなきゃとかって思うでしょ。っていうことです。えー、本日もご視聴ありがとうございました。